テッパー、デビッド・テッパーは、アメリカ合衆国ペンシルベニア州ピッツバーグ生まれの、ヘッジファンドマネージャー、投資家。アパルーザマネージメントの創業者。2018年から、NFL チーム、カロライナ・パンサーズのオーナーを務める。ペンシルベニア州ピッツバーグのスタントンハイツと呼ばれる、カリウチ産階級が住む地域のユダヤ人家庭に、生まれ育つ。父親は経理、母親は、 公立公教師、ピーボディ高校を卒業し、ピッツバーグ大学で経済学を専攻。大学を卒業後は、地元ピッツバーグの地方銀行であるエクイバンクで証券アナリストとして勤務。しかし、入社後すぐの1980年、テッパーは自分の社内の立場に不満を抱き、不当な扱いの原因の一つが学歴にあると考え MBA を取得するため、 カーネギーメロン大学のビジネススクールに通う。MBA 取得後の1982年、オハイオ州のリパブリックスチール社へ入社し財務を管理。2年後の1984年には、ボストンのキーストーン社へ転職。そして翌年1985年には、ニューヨークの名門投資銀行、ゴールドマンサックスへ入社し、主にジャンク株を担当する。 妻と三人の子供があり、ニュージャージー州リビングストンに暮らす。2010年にサフォーク郡サガポナックの家を4,400万円で購入後ご定に建て直したが、1990年に妻と二人で買ったリビングストンの二階家に住み続け、子供たちは公立学校に通わせるなど、つましい生活ぶりで知られる。資産は約120億ドルと言われている。 ゴールドマンサックス入社から7年経った1992年に同社を退社。翌年1993年に自身のヘッジファンドアパルーサマネージメントをニュージャージー州のショートヒルズに設立している。最初は社名をペガサスにしようと思い立ったが、すでに数多くの社名が登録されていたため、馬の品種名のうちアルファベット順で上位にあった品種、アパルーサを社名に選んだ。 リーマンショックやサブプライムローンによる金融危機の真っ只中だった2009年2月、米財務省が金融機関への公的注入を発表し、銀行が国有化されるのではという懸念から大幅に値崩れしていたシティグループやバンクオブアメリカといった銀行の銀行株や債券を大量に取得した。1ヶ月後の3月初頭には、これらの株はさらにその価値を下げ、 神く同然と貸し始めたため、アパルーサの社内でも幹部との衝突が絶えなかった。しかしテッパーは自分の考えを信じ、辛抱強く保有し続けた結果、3月末には3倍ほどにその価値を増やし始め、最終的には70億ドルの利益を上げ、テッパー自身はマネージャーとして40億ドルの報酬を受け取った。この年、デビッド・テッパーは、 世界で最も高額な報酬を受け取ったヘッジファンドマネージャーとなった。2003年母校であるカーネギーメロン大学のビジネススクールに5500万ドルを寄付。同校はテッパーの名を冠したテッパースクールオブビジネスに名前を変更している。2006年には全米ユダヤ人連盟に100万ドルを寄付している。ありがとうございます。